はい、こんばんは。2月15日、水曜日午後10時30分を回りました。4語頻語な夜、第401回です。今夜もどうぞよろしくお願いします。ちょっと気元がガラガラっていうか、先ほどまで、会議に参加しておりまして、ちょっと空気が悪かったというか、すいませんね。すいません。休憩しないんですよね。2時間3時間ぶっ続けて会議をするもんで、ちょっと部屋の空気が悪くて、ちょっと喉がガラガラになってくるんですよね。僕の風邪っていうのは扁桃腺から来るので、ちょっとね、予防したいんですけれど、ね、ちょっと大変でした。今日はお昼間もいろいろと、あちこち、取材に行ってまいりまして、お昼から、午前中は、明日、イベントが行われます。 JASP、の、宮崎支部の学生さんの、事前準備の取材を午前中行ってきました。まあ、コアのメンバーの皆さんがね、5人が集まって、まあ、途中で、どっかに用事があって、出たりという、あとね、プリントを作る必要があるとかね、いろんな、明日の準備で忙しく動いている中で、まあ、僕は、カメラを構えて、その準備の様子をね、ずっと、撮影しておりました。まあね、ドキュメントっていうか、この前の学生さんのメッセージから始まって、まあ、準備の様子、話し合いの様子で、夕方は、明日の、イベントに参加する、ランナーさんと、スタッフさんの、説明会がありましたんで、その様子もね、取材をしました。まあ、動画に編集すると、まあ、全部が全部、中に入りませんので、まあ、いいところをね、ちょっとカットして、皆さんの活動が分かりやすいようにね、記録 DVD にしていきたいなというふうに思っているところです。まあね、久しぶりに大学に行って、まあ、僕は沖縄だったんですけど、まあね、久しぶりに大学の中に入って、なんかいいなと思いましたね。いいなと思ったっていうか、まあね、若いっていいなっていうかね、説明会お話を聞いても、皆さん、ちゃんと話を聞いてね、参加してるなという印象が受けました。非常になんかいいな。僕らの頃はね、学生運動の末期の頃に大学に入ったもんですから、何かやろうって言った場合には、ほぼいろんなデモとかね、講義会とか、そんなのばっかりやってましたけどね。まあ、剣道部にいましたんで、まあ、一時期ね、で、まあ、運動はしていましたけれど、なかなかね、そういった、前向きなイベントをやろうよっていうようなことは、僕ら学生の頃は少なかった。イベントって言ったら、一期飲み会、僕らの頃はね。トンネルズの年代なんでね、一期が流行って、イベント、合コン、飲もう、一期という流れでしたんでね、まあ、今日の説明会、かなり新鮮に移りました。で、今日の夜も、その JASP、JASP かな、の支部の委員長さんが、夜の、会の方にも参加して、今日の夜の会というのは、3.11 さよなら原発宮崎命の広場
というイベントの実行委員会で、まあ、明日のことを PR するということで、まあ、最後、ZASP の、宮略支部の委員長さんがね、5分か10分ぐらい時間をもらって説明をしてました。結構ね、反応がありました。明日そのカメラを持って写真を撮りに行きたいとかね、そういったお声があったんで、よかったなと思いました。ね、そんなふうにして、周りの大人、地域の方、にね、関心を持ってもらうということ、まあ、3.11 集会も、まあ、似たような、福島に思いを馳せようというね、イベントなんでね、全然、趣旨が違うようなものではなく、ただ学生さんが、主体となってやっていくというイベントなんでね、まあ、反応があってよかったかなと思いました。ただ、なんというか、大人のイベントの方が、なんでこんなにまとまりが悪い、まあ、まとまりが悪いというか、70何団体が、実行委員会、賛同団体として、名を連ねているわけであって、いろんな団体さんがいるわけですよね。それを自分たちの同じ方向に型にはめるというやり方、これって旧態依然としたやり方なんですよね。原発をなくそう、廃炉にしよう、で新しい代替エネルギーに転換する社会を作っていこうという中で、まあ、今日も主催者が話をしてましたけど、党派を超えて、各団体の壁を超えて手を握って集まってきたというところはいいんですよ。じゃあ手をつないだということで、あとはそれぞれの団体、また個人の持ち味というかね、個性というかね、それが十分発揮できるようなイベント、集会、デモにしていかなければいけないと思うんですよね。なんというか、世代間ギャップ、これはこの前も言ったんですが、ジェネレーションギャップではないんですけれど、年配の方が、じゃあこれでいこうというふうにして、決めていくんですね。だけど僕らは若い世代、いや僕よりもっと若い人たちはそれなりの考え方を持っているわけなんですよ、ね、それを無視するわけではないんだけれど、もうこれは決まったことだからとかいうことを前提にして話をするっていうのは、これは旧態依然とした政治手法と何だ変わりがないということになってくるんですよね。なんかそういった前例も何もかもぶち壊して新しくやっていこうと、新しいスタイルのデモを作ってやっていこうということで、まあ、集まってやってきてるわけなのに、なんかちょっとね、先週の話し合いと今日の話し合いとなんか整合性が取れないな、なんでこうなってるんだろうって、まあ、僕横の方で聞きながら、まあ、市民メディアとしてずっと聞いていたんですけれど、あと事務局あたりの中での意見の相違っていうのもあるんでしょうね。そのあたりがほとんどはっきりとしてこない、わからないなというところはありました。去年の 9.11 明略集会、これのデモ集会とデモがあったんですが、デモは割と自由に各団体で音を鳴らしたり、またすくすくと歩いたり歌を歌ったりという姿があったので、まあ、それぞれの団体サークルグループの持ち味を生かしたデモになっていたなと思ったんですね。ただ11.13 の福岡1万人集会で各県から福岡に集まったんですけど、これお昼間なんですね。他の県は結構なんかうまくまとまりがあって、原発反対とか、ね、電気は十分にあるんだ、廃炉にしようというようなことをね、まあ、まとまって声を出して訴えていたんですが、宮崎県、お通夜のように黙
ってましたね。あの、今日今回の 3.11 集会、夜間だから黙って静かに粛々とキャンドルを持って歩こうっての方向になったんですけど、夜だから静かにやる。だから昼間だったら、声を出せよということなんですけれど、宮崎県のグループは、福岡集会では、昼間にもかかわらず、誰一人声を上げることなく、僕が、大分県とか他の県の、デモの集会を、デモの様子を撮影に行ったら、他の県はね、結構、なんでデモやってるのかっていうのが分かるように、原発いらない、電気は十分足りてるんだ、のことを街行く人に訴えてましたけれど、その元気のいい集団が通り過ぎた後、宮崎県、お通夜みたいに、持ってるものも、なんか、シールみたいな青いものを持っただけで、大きなプラカードも、鳴らす音の出る道具も何もない。たら歩いている、横の人と食べているというような流れで、なんだろうなぁと、昼間だったらもっと大きい声出して、自分たちの言いたいことを言えばいいんですよね。それ言わないっていうところを見ちゃってるから、僕なんかね、市民メディアで。夜だからっても、今回のキャンドル集会、キャンドルパレードは夕方7時前、1時間の予定だから午後6時40分から始まって午後7時40分、午後8時前に終わるという、まだそんなに夜更けではないので、音を出してもね、まあ、1時間程度のデモ行進ですから、お、何かやってるぞというふうに逆に注目されると思うんですけれど、どうなんでしょうかねというところでしたね。だから、言っちゃ悪いんですけれど、年寄りが多い、年配が多すぎる、で頭固すぎる、ね、もうこれこうだからこうなんですっていうふうに、言っているということを、また来週も実行委員会を開いて話し合いをする場にしましょうというけれど、もう話し合いをする場よりも各団体できちっと、まとまって、やってくれっていうふうに投げた方がいいんではないでしょうかね。公安にいる方々は最低限のことを守らせる。例えば、喧嘩をしない、ね、怪我をしない、怪我をさせない、なんだ、あとは、おまわりさんのお世話にならない、というようなこと、最低限のことをきちっと守らせれば、あとは自由でもいいなっていうふうに思うんですよね。僕以前、お祭り騒ぎのようなデモやってる連中なんだって言ったんですけど、まあ、あまりデモと関係ないようなことを言ってる連中も結構いるんですね。それはちょっと違うだろうと、ふうに思いました。そんで、まあ、声を出す、いろんなものを持ってくる、コスプレを行うっていうのは自由なんですが、それも全て、反原発、脱原発に関係するものであれば、そんなにね、型にはめて、これ決まったことやからこうしてくれっていうようなことじゃダメですし、宮崎県っていうのは、デモ慣れしてないですね。他の県に比べると。わかりますもん。年配の方が黙ってるということは、年配の方が若い頃にどのくらいデモに参加したのか。逆に、デモに参加しすぎて、もう言うのはめんどくさい。ひんだりは、いうことで言わないのかもしれませんけれど、そのあたりがね、ちょっとはっきりしないというか、手を握って、75団体が集まったわけなんですから、各団体の個性はね、また個人の個性はね、もう少し尊重してもらってもいいのかなと。ところですね。なんか来週も議論しましょうと言うけれど、議論で終わってはいけないんですよね。方向性を持っていかなきゃいけないし、最低限これを守ってほしいというだけの最低限のルールだけを提示すればいいんじゃないでしょうかね。
そのあたりがちょっとわからないということでございました。キャンドル集会で、まあ、鎮魂というかね、東日本大震災で亡くなった村さんへの、魂を鎮めるみたいな形の集会が行われる。生と道、あるキャンパス、あ、キャンドル集会は生、静かな中で、祈りをあげますということで、またデモで道、動きのあるデモで、原発反対ということで、バランスは取れると思うんですけどね。まあ、どうなんでしょうかね。まあ、これが、なんだ、他の団体さんやろうと思っても、あまりそういった、まあ、やろうと思う団体がどのくらいあるかっていうことなんですけれど、まあ、今回は、そのいろんな派閥、ジャンル、政党間を超えての集まりということなんで、多少のトラブル、議論というのは出てくると思うんですけどね、もう少し考えてほしいなと思います。はい、それを置いといて、明日、さっき言いましたように、日本を一本に助けリレーが行われます。僕もね、記録に残してあげたいなということ、まあ、来年、再来年ね、後輩の学生の皆さんが、よし、僕らもやろうと言ったときに、何も記録がないと。いいことも悪いことも、失敗したことも成功したことも、全部記録に残せば、来年、再来年、こういった学生さん主体の、イベントができるのかなと思ってですね、でそのことずっと考えていて、明日の記録、どう取ろうかな、たすきリレーを行うんで、ランナーからランナーへ、たすきをどん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 、つないでリレーしていくんですけれど、その様子を伝えなければ記録にはならない。いや、車で移動しても、車を置く場所がない。路上駐車はもちろんダメ。どうするか。答え、チャリンコ。チャリンコで、自分の住んでる大塚町から、隣町の清武町まで行くと。いうことを考えております。まあ、ランナーさんがね、走ることを考えれば、まあ、チャリンコで、向かうというのはそんなにきつくないと思うんですけれど、いろんな道具を、チャリンコに積んでの移動ですから、まあ、最低限のものしか持っていかないと思っているんですが、三脚があるんですよね。まあ、カゴに積んで、ちんたらちたら運んでいこうかなと思っているところなんですが、まあ、チャリンコで清武町というと、ここから清武町の、さらに中心地から離れた大学なんでしょう。ちょっと高台みたいなところにあるんで、坂道も結構あるんでね、ちょっときついなという気もするんで、明日早起きをして、チャリンコに乗って、清武町に向かいたいなと思います。まあ、そこまでして、撮影する必要はないんですけれど、やはり僕は大手のメディアがしないこと、市民メディアとしてできること、記録性のアーカイブ性が高いもの、それを撮影していきたいと。ニュースのように一瞬だけ映ってすぐ消えると。いうようなものでは、ちょっと、ダメだよなと。話題性があっても、ダメだよなと。まあ、自分たちの、記憶に残る記録を取っていかないといけないかなと思っているところでございます。別に、まあ、お金をもらえるとか、何があるとか、そういったことは全く抜きです。ね、プライスレスな活動を行ってますんでね。僕の体力が、持つかどうかというところがちょっと心配なんで、明日の夜きちんと放送ができているか、もしかして病院のベッドの上にいるのか分かりませんけど、まあ、そこはね、ちょっと自分の体力を考えながら、9時30分に宮台集合、9時30分までにだから、9時ぐらいには宮台に、着こうと思ってるんで、僕の家から駅まで
だいたい、25分ぐらいかかるんですね。だから宮台まで10キロ、駅までが5キロ、2倍だから40分、1時間、余裕見て1時間半というと、朝の8時半、8時ぐらいかな。2時間前、あ、8時じゃない、7時だから、9時に着こうと思って、1時間半まで、7時半か。なんか7時、朝の7時起きれるかな。朝の7時ぐらいに起きて、まあ、2時間ぐらいかけて、まあ、途中時間が早かったら、マックで休憩をしてで行けばいいのかなとは思っているんですけどね、ちょっと、今日は早めに寝て明日早起きをしたいと思いますけど、まあ、早起き苦手なんでね、今日ねちょっと寝坊したんで、怖いんでね、今日は早く寝るか、まあ、全く寝ないということが、明日に影響があるんでね、今日この放送が終わったら、パッと、寝たいと思います。はい、ということでね、明日、学生の皆さん、思いが福島につながっていくようなタスクリレー、まあ、天気予報、今日まで雨が降ってましたけれど、明日は、晴れるという予報が出てますんでね、イベントは行われます。またお昼からは宮崎のアートセンターの5階で、講演会が行われますんでね、お時間のある方はアートセンター、5階、アートスペース3という場所で、第1部が、宮崎先にやってきた、お母さん方、ウミガメの卵という会の、方がお話をされます。これと、ジャスプの、福島の学生さんがお話をされます。で第二部が、校庭駅のことで、川南町の養豚農家の方がお話をされますんでね、そういったお話を聞くということも非常に大事かなと思ってますんで、タスクリレーを見たら、もうちょっと講演も聞きに行こうかということでね、ぜひアートセンターの方にもお越しください。それじゃ、僕も寝ます、ね。今夜の4号頻後の夜、第401回、この辺で失礼します。また明日もよろしくお願いします。